一般の方々もそうですけど、先ほども話したんですけどもね、シンガポールでリー・クアンユーが要するにマレーシアから独立して、石油を買う国はたくさんありますけど、シンガポールって、ね、水まで買ったんですね、マレーシアから。水がないんですよね。でその時にシンガポールの首相であるリー・クアンユーが一番最初に考えたのが、全ての国民に仕事を与えたい、全ての国民に住宅を与えたい、公園国家を作りたいという3つの目標を掲げた。だから政治というのはそんな高邁なものじゃないんだ。問題はトップに立つ人間が何を考えるか、いやもうまさにそう。でそれで結局仕事を与えるためにどうするかということで、やっぱり先進国から金と技術と人を連れてこなきゃいけない。先進国が人と金と技術を集めるためには清潔でないと、先進国からだから清潔でないと来てくれない。唾を吐いたら5万元、とにかく清潔運動、シンガポールの清潔運動を徹底してやっていった。そしてもう一つは治安が良くないと来てくれない。そしてルックいい人で日本の交番を真似して交番を作ることによって治安維持に努めた。そして税制優遇した。したら世界から一気に集まっちゃった、企業が。そして企業が全て集まったことによって雇用が全部生まれた、雇用が生まれることによって今度は財形天引き預金を国がやっていった、そして貯金を財形貯金をやらせることによって、スラムを壊してマンションを作り、スラムを壊ザーッと壊していった。そして全ての国民に住宅を与えた。そして緑をいっぱいとにかく増やすことによって気持ちのいい環境を作る。そして次の時代は何かと、金融国家である、次は観光国家である、次 IT 国家である、次から次へと目標を打ち出していって成長し続けて、わずかの間に日本の GDP 一人当たり抜いてしまった。だから常にそのトップ、政治としてのトップに立つ人間がそういう一つの目標を掲げ、次の目標を掲げ、次の目標を掲げるということが大事なんですけど、残念なことに日本ではそういうふうな状況にはなってなかった、ならなかった。そうですね、長期、そのプランを考えるにしても、任期という長期プランって、短期プラン、その中で考えるっていうことが続いてますもんね。そうですね、いかにして自分がね、いかならポジションを得るか、いかにして自分が当選するかこのことが中心であった。それが今日の日本を作ってしまった、そうですね、ということだと思うんです。ですから温故知新で、ちょっと昔に戻ってみると、もう本当にものづくりもすごい技術のものをもう威信をかけて作るんだっていう、その技術気質っていうのが、脈々と地方も含めてあった時代がありましたよね。もう今はもう中央にぶら下がるっていうしかないっていう、この人口分布のこう非常にこういびつなアンバランスな中と、やっぱものづくりの現場がどんどん海外の方に行って、それを右から左へということにすごくこうステータスを感じているような国にちょっとなっちゃったかなっていう気がするんですか。そういうことになるかもしれませんね、先ほどのちょっと商売の話で極めて準拠に来たというふうに考えるかもしれませんが、現実はなかなかそうじゃありませんでね、商売始めてとにかく信用がない、価格が安いわけではない、品質がいいわけではない、内々尽くしですね、そんな状況の中で競争相手がたくさんいる。350社あったわけですから、コーヒー焙煎業が、その競争の中で物が売れない、ですから毎日あれですね、その神宮外苑の近くに住んでたんですが、やっぱり倒産ということの恐ろしさがあるもんだから、神宮外苑の中は気持ちを休めるために夜中に散歩して、それから寝るという状況で、でもある時にね、ふっと思ったんですね、潰れると思うから心が萎縮する、心が萎縮するから思い切った仕事ができない、潰れてもいいと思えば何でもないじゃないかって開き直ったんですね。明日潰れていい、今日朝から晩まで体の続く限り働こう、翌日の頭と明日潰れていい、明日のことを考えるから心配なんですね、今日だけのことを考えたら心配じゃないんです、あんまりね。哲学、今日一日朝から晩まで自分の体の動きか、でそういうことを毎日、明日は潰れていい、今日一日、明日は潰れていい、今日一日、そうするとやっぱり人のいろんな協力者、その他もろもろ集まってきて、
まあ、なんとなく商売も動き出してきた、うんうん、ある程度商売うまくいってきた、うん、そしたらですね、ある時期になったのはね、大人がバカに見えてしょうがなかったんですね。で、大人がバカに見えるというのは、要するに僕はこの年でこれだけのことができる、はい、世の中の大人は何だという思いがあったんですね、うん、そしたらね、今度は奈落の底へ落ちるような大きな失敗をした。へえ。で、その時にね、相当やっぱり人にちょっと騙されたってことがありますね。あ、相当荒れましたね、はい、飲んで荒れて相手を恨みましたね。あ、で、そうこうしてるうちに、ね、うん、ああ、こんな人を恨んでるようでは心がすさむ、うん、心がすさむやもますます悪い方向へ転落していく、うんうんうん、で、ふっと気がついた時、あれ、人を騙せるという人はそういう一つの生い立ちを持っている、その生い立ちがなければ人を騙すなんてことはできない、うん、と思って、それでね、あれですね、騙した人が良くなって、騙された僕は悪くなったっつうのは、ね、世の中に正義がない。そうですね。で、その正義のない世の中に生きるわけにいかない。うん、で、さりとって生きるわけにいかないって死ぬわけにもいかない。うんうんうん、そしたらば、とにかく何としても成功しよう。うん、そしてこの世に正義があることを証明しよう。うんうん、そしてやがて自分が成功したら、その騙した人に対してですね、お元気ですかって言える自分になろう、うん、そしてもし相手が元気じゃなかったら僕は助けてあげようというふうに思ったんですね。そしたら今度はクリーンエネルギーが燃えるわけですね。何としてもこの世の正義を正すために成功しなきゃいけないんですよね。そうするとそこに猛烈なるエネルギーが出てきた。で、結局はあれですね、そういった大人をバカにしたということが結果において自分に全部そういう問題として降りかかる。それからみんな大人が今度離婚に見えてきた。そうですか。だから会社の前にね、くず屋さん、リヤカーを引いて夫婦で、その夫婦も偉いな、ああして2人で商売やって、くずを拾って商売やって、一日の収支を合わしてる、まだ僕は収支の合わない仕事してる、偉いな。今度ラーメン屋さんがあの屋台をガタガタガタ、うん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 、昔はあのタイヤじゃないですから、ガタ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 やってる、うんうんうん、ああしてラーメンを売りながらね、収支合わせて一日の生活を成り立たしてる、うんうん、偉いな。今度は何を見ても偉くなってきてですね、うんうん、あ、大人というのは自分の の身に降りかかる火の粉を未然に防ぐ能力を持っている、うん、経験によって、うんうん、だから大人って偉いんだ、うん、それから大人は本当に偉く見えてきて、それから大人をバカにすることなく、やっぱり経験というのはすごい、うん、その経験を通して自分に降りかかる火の粉を未然に振り払ってる、うんですね、だから偉い。そうですね、鳥羽さんにあの最初お会いした時に、あの謙虚っていう、あのいくつか その自分の、まあ、何ですか、大事に している言葉、その中であの謙虚っていうのをあの一番大事にされているというようなお話を記憶にあるんですけど、そういうところから来てるんですね。そうですね、やっぱりその恐ろしさっていうのを身に感じてですね、うん、ちょっと思い上がるとまた落とされる、どっかで聞こえるわけですよ。そう、ね。